務させていただきます。ピアノ兼サックス担当の2年小沼総研とサックス担当の3年関澤和真です。よろしくお願いします。ただいま演奏しました曲は東京ディズニーシービッグバンドビートでおなじみの It's Not a Fair Thing でした。ドラムと管楽器の掛け合いはとても華やかな曲で思わず踊り出したくなりますね。ここでソリストの紹介です。オンザ・アトサックス、シア・パクマン。オンザ・トロンボーン、東銀太郎。オンザ・トランペット、渡辺七海。同じくオンザ・トランペット、大竹理香。そしてオンザ・ピアノ、中山愛理。さて、次は2曲続けてお送りします。最初にお送りします曲はエルモのテーマであるセサミストリートです。この曲はコロナ禍が明けてからの部活動で一番最初に部員全員で演奏したとても印象の深い曲です。そうですね、先輩との思い出がたくさん詰まった曲ですね。その次にお送りします曲は気持ち悪いリリーズでジャズの曲の中でも特に有名な曲ベイクファイブです。一小節に一個の死亡曲が入るこの曲はとても一つに聞こえてとても不思議な感覚を陥ります。ぜひリズムを一緒に刻みながらお聴きください。それではどうぞ。
楽のソリストの紹介です。オン・ザ・アルトサックス、志賀拓磨。またまた息を続けてお送りします。続いてお送りしますのはディズニーの話でおなじみ、テンドライクミーです。この曲も何よりで聴いていて楽しくなってしまうアップテンポな曲ですね。この曲でソロを奏でてくれるソリストの紹介です。オン・ザ・トランペット、大竹理子。オン・ザ・トランペット、佐藤真由美。オン・ザ・トランペット、山本芳人。さあ、この次にお送りしますのがザ・チキンです。この曲もテイクファイブと同様、ジャズ界隈でとても有名な曲になっております。それでは2曲続けてどうぞ。Thank you.
人のソリストの紹介です。オン・ザ・テナーサックス、草川大成。オン・ザ・ベース、野崎桃。どうぞ皆さん、盛り上がっていますか？まだまだ続きます。続いてお送りします曲はこれまたディズニーシーバンドでおなじみシングシングシングです。この曲は吹奏楽でも演奏することが多くとても親しみのある曲なのではないでしょうか。この曲のソリストの紹介です。オンザピアノ小沼宗健、オンザドラム大久保拓斗。それではどうぞ。
の曲をお送りする前に、今回引退する部員の紹介です。ドラム、大久保拓人。同じくドラム、手動かふみや。テナーサックス、本田誠也。トランペット、中川健生。そして部長、バリトンサックス、セイザーカズマ。ありがとうございました。
それではお別れとなります。司会は福澤と小野間でした。ありがとうございました。いや、これでいいです。